はい、レオンチャンネルです。めっちゃ意外なとこから CSM の発表があったんだけど、これを7月16日仮開始で、コンプリートセレクションモディフィケーションアマゾンズドライバーだって、すごいね。いや、これは、デラックスですでに発売、まあ、発売当時から、なんでデラックスサイズなのみたいなところはあったけどさ、それが、もともとアマゾンズ自体がね、配信限定のライダーで、で、かなりね、ゴア表現も強くてね、特に2期とかは完全な大人向けだったので、デラックスガングサイズで発売自体がちょっとおかしいんじゃないかみたいなところの流れで、2期の変身ベルトのネオをアマゾンズドライバーは、ネオ版はね、あれは1万いくらだっけ、1万3000円ぐらいで、1万4000円か1万4000円で CSM サイズだったんですよね。なのでそれがリニューアルって形なのかな。まさかのアマゾンズドライバー CSM 化で、本日解禁となった理由ですが、中国上海で開催されている CCG エキスポ2019上海というイベントでの展示に合わせたタイミング設定ということになります。イベント会場には CSM アマゾンズドライバーのサンプル品がいち早く展示されており、実は CSM は海外でも人気のシリーズだったりするんです。秋葉原のさ、魂ネーションの専門ショップあるじゃん、あそことかもさ、あんまり日本人やっぱいないですもんね。でほとんどやっぱ買ってるのは外国の方なので、やっぱそういうのもあって今は海外向けアイテムが売れるって感じなんですよね。 Amazon ズドライバーの CSM 化についてはリクエストの声が非常に多く、あ、そうなの。でもまあ Amazon ズドライバー自体がもうすごいプレネ化してて、今 CSM 化っていうか単純に再販欲しいみたいなね、そういうところありますよね。でもそれよりさ、じゃあ話ずれるけど、それよりさ、もうベルトこんなにバンバンもういろんなもの出すんだったら、ベルトダイザーを再販して、ベルトダイザーを再、じゃあ再販か、最初に僕10個頼んで、で再販で10個頼んで、もう足んないんですよ、20個じゃ。もう20個買うから再販してください、お願いします。今あれ10倍くらいの価格になってて、とてもじゃないけど買えないからさ、プレネ化しちゃってて、なんだっけ、デルタギアブレイバックに続き同等の3位という大きな人気を集めております。へえ、そうなの。オルタリングはオルタリング、あ、でもまあ結構前だから、もうあんまりそのアジト自体が昔の作品だから、あんまりもう投票されないのか。でも言ってもデルタギアもブレイバックルも古いもんね。オルタリング4位とかなのかな。ここまで3商品は全てアンケート結果3部作ということで、ユーザーの皆様のアンケート結果を直球に反映した商品開発をさせていただきました。おー、すごい。あれからでもさ、今回さ CSM でさ、あのオメガで血管がブワンって目が広がるやつ、あれデラックスだと全然再現されてなかったから、ああいうのを、おー、聞いてる表現してる感じなのかな。デラックスから CSM 化するまでの期間は3年と、そんな前、じゃあ僕が何ハンバーグワンうんうん食べてアマゾンって言ったのがもう3年前ってこと。早いな。過去の商品の中でも一番短いですが、その作風から CSM 化を望まれるお客様の声が非常に多かったため、まあ大人向きですもんね。期間を考慮せず今回商品化することを決定しました。 A 段デラックスもめちゃ値段上がっちゃってるし、当然皆様の望まれるようなサイズ感になっております。最初から CSM サイズで出しなさいよって話ですよね。まあね、まあそれがちゃんとあのネオ版で反映されたからよかったけど、ただどういう風に、あ、別パーツになってるじゃん今回、あのオメガとアルファの。ってことはあれか、シグマも別でつくって感じなのかな。それではドン、さらにゾン、おー、レジスターもついてる。デラックスと何が変わってる、これデラックスの画像ね。デラックスベースか、どうだ、新規金型って感じには見えないけどな。どう思います皆さん。
デラックスペース読めばいいか。劇中のかっこよさが伝わりますか。でもここのさ発光する部分めっちゃ変わってる。絶対これさ血管がブワーっての毛細血管が広がるあれは再現されてるはず。今回はコアパーツはリバーシブルではなくそれぞれ独立しており、おお発光部もパーソナルカラーがついております。前回はねここがクリアになってて、で発光のカラーで色が変化するって感じだったからそこパワーアップしてますね。でアマゾンズレジスター以外にももう少しアイテムが付属しますが、その公開は7月16日をお待ちくださいだって。え、つくのなんだろう、前はこの武器がついてたけどアマゾンズブレードね。まあでもアマゾンオメガって言ったら槍みたいなね、そういうイメージがあるけど、なんかパッと見はまあ細かいところはブラッシュアップされてますけど、デラックス版ベースでベルトの、あのサイドベルトが大きく変化してる感じなのかな。うわ、ディケイドのスーツ展示の仕方かっこいいね。で、あ、それ以外は情報ないんだ。へえ。じゃああとは16日待ってねって感じなんですね。なるほどなるほど。ちなみに価格は前が8000円で、まあこれだけいろいろついて8000円って普通に一般販売品と変わんないって感じですもんね。で、ネオアマゾンズドライバーが、でおもちゃとしてはね僕はね結構やっぱこっちの方が好きなんだよな。この注射器ガッチャンってやって、でレジスターもかっこいいしさ、これねネオ版のベルトめっちゃいいっすよ。これが14000円で、最近なんか価格が割と安い割にはよく出てたなっていうのがこのホッパーゼクターで、これが13000円とかだったから、この辺が13000円とか14000円とかって考えると13000円、4000円あたりで収めてくるんじゃないかなって感じですね。付属するアイテムってあと何がある？金のレジスターとか槍なんて付属しないからさ、あとは何駆除班のペンダントとかそういう小物系が来たりとか、さすがにないか。へえ、海外な、展示すごいな、おしゃれだな。で、26からこれ前見たやつですね、アマゾンオメガライドウォッチ CSM の流れでこの辺とかもね予約開始する感じなんですね。ということで結構意外なところから CSM の発表、意外なね作品から CSM の発表があって、アマゾンズのアマゾンズドライバーが今回 CSM 化されるということなので、僕はとりあえず1本、前回はオメガ3本ぐらい買ったんだったっけ、内容によってはフルテンションでまた3本買う可能性も、ま、ありますね。1万2、3000円ぐらいだと嬉しいな。ということで一応このページはおもちゃウェブで公開されておりますのでリンク貼っておきますから、こちらも詳しい情報をご覧ください。とりあえず7月16日待ちましょう。以上レオンチャンネルでした。